ブクサールの戦いは、1764年10月23日に、インドのブクサールにおいて、イギリス東インド会社と、ムガル帝国、アワド大衆、全ベンガル大衆のインド側連合軍との間に、行われた戦い、バクサールの戦いとも呼ばれる。この戦いは、プラッシーの戦いとは比べ物にならないほどの激戦であった。イギリスはこの戦いに圧勝し、 その後の講和条約で、ベンガル、ビハール、オリッサのディー,ワーニーを認められ、事実上支配することとなった。1757年のプラッシーの戦いの後、イギリスはミール・ジャーファルを対処に任命したが、イギリスの要求に応えることは無理であると判断して、次第に対立するようになった。そのため、1760年3月にイギリスは、 ミール・ジャーファルの娘婿ミール・カーシムを任命した。だが、ミール・カーシムも、またイギリスの横暴に耐えることができなくなり、大衆の権威が軽んじられていると考え、次第に対立するようになった。その後、1763年2月にミール・カーシムが、イギリスの自由通関権に干渉したため、同年7月にイギリスは、ミール・カーシムを排位し、ミール・ジャーファルを復位させた。ミール・カーシムは、 イギリスと先端を開いたが、数々の裏切りにあって破れ、打ちひしがれる結果となった。同年11月に、イギリス軍がパトナに迫った時、ミール・カーシムは一戦も交えずに、アワド領へと逃げた。ミール・カーシムは、アワド大主シュジャー・ウッタウラの保護を受け、元に戻れるよう支援を約束された。同様に保護を受けていたムガル帝国の皇帝、シャン・アーラム二世ともこの時合流した。 こうして、皇帝シャア・アーラム二世、アワド大主、シュジャー・ウッタウラ、全ベンガル大主ミール・カーシムの間に三者同盟が結成され、三者はまずミール・カーシムのために、ベンガルを取り戻すことを決定したシュジャー・ウッタウラ1764年10月23日、三者、連合軍は、ビファールとアワドの宗教、ガンジス・カワナカ流域ウガンにあるブクサールの平原で、イギリス軍と開戦した。 三者連合軍は4万を超す軍勢で、またこの日のために、シュジャー・ウッダウラは、アフガン系ドゥッダーニー族とローヒラー族の部隊を雇い入れていた。それに対し、イギリス軍は7,072人と4分の1にも満たない数であり、うちイギリス人兵は857人、インド人用兵は6,215人であった。戦いは、 軍勢の右翼にいた帝国軍の武将ミール・ザ・ー・ナジャフ・ハーンの軍が夜明けとともにヘクター・マンローの軍に対して攻撃をかけたことで始まった。だが帝国軍はイギリスとの内通者が多く動かず、ミール・カーシムの兵は急読み払いで戦意がなく、実際はアワド大使とイギリス軍との戦いであった。アワド大使が雇い入れたドゥッダーニー族とローヒラー族の騎兵は、 イギリス軍と奮戦し、各所で小競り合いが起きた。戦いが決着したのは正午であった。この時までに三者連合軍は、多数の犠牲者を出し、壊滅状況に追いやれた。シュジャー・ウッタウラは、ブックサールの三つの火薬庫を爆破して、シャーアーラム二世と自身の軍勢を残して逃げた。ミール・カーシムも、また三百万ルピーの財宝と共に逃げた。 ヘクター・マンローは軍を様々な隊列に分けて追撃させ、シュジャー・ウッタウラは川を渡った後、橋を爆破して追撃を振り切ろうとしたほどだった。一方、ミールザー・ナジャフ・ハーンは、シャン・アーラム2世のもとで帝国軍の陣形を立て直し、勝者たるイギリスとの停戦交渉を行うことにした。この戦いにおける、イギリス軍の死傷者は1847人だったのに、対し、 三者連合軍は1万人の死傷者を出したばかりか、6000人が捕虜となり、133門の大砲が露格された。また、それとは別に100万ルピーがイギリスの手に渡った。アラー・ハーバード条約を締結する、シャー・アーラム2世イギリスが事実上領有することとなった領域その後、逃げていたシュジャー・ウッタウラも停戦に合意し、イギリスはミール・カーシムを捕らえさせた。 1765年8月16日、ブックサールの戦いの講和条約として、イギリスと、ムガル帝国の皇帝シャアー・アーラム2世との間に、アラー・ハーバード条約が締結された。この条約では、皇帝はイギリスに、帝国のベンガル、ビハール、オリッサの3州のディーワーニーを与えること、その代わり再兵として260万ルピーを皇帝に、払うこと、アワード大使が、 戦時賠償金500万ルーピーをイギリスに払うことなどが定められた。イギリスにとって最大の戦果は何よりもベンガル、ビハール、オリッサの3州のディーワーニーの獲得であった。ディーワーニーとは帝国の州財務長官の持つ租税の徴収、支出を行使する職務、権限、つまり中租権であり、それがイギリスに与えられたことはこの3州の財務長官になったということであった。 だが、ベンガル大使は依然として存続したため、ベンガル、ビハール、オリッサの地域は事実上二重統治体制が取られることとなった。とはいえ、大使は、租税収入がなくなったので、イギリスの年金受給者となった。また、アワード大使の保護を離れた皇帝も、アラーハーバードで、イギリスからの年金受給者となった。ブックサールの戦いは、 さきのプラッシーの戦いと違い、今まで得られなかったインドにおける広範囲の収束権が得られた。この点を見れば、ブックサールの戦いの意義は、プラッシーの戦いの意義を上回るものであった。三州の収束権を得たということは領有権を与えられなかったわけではなかったが、事実上領有したも同然であった。ただし、イギリスは、ムガル帝国が滅亡する百五十八年まで、 この三州の財務大臣であるという立場を取り続けた。ブックサールの戦いを契機として、これ以降イギリスはさらにインドの植民地化を推し進め、マイソール王国やマラーター同盟との衝突にもつながっていった。ありがとうございます。